はい、えー、久々の動画ですね、えー、2020年、アメリカ大統領選挙で、えー、とうとうドナルド・トランプさんが負けました。えー、このことについてなんですが、えー、なぜトランプさんが負けて、バイデンさんが勝ったのかと言いますと、僕が思うに、あのバイデンさんって、ああのいわゆる、まあ、ちょっと中道派で、でまあ、白人で男性なんですよ。 えサンダースさんも白人で男性なんですけど、あの、やっぱり彼の首相は、あのはっきり言って極左なんで、あの、社会主義臭いんで、やっぱ受け付ける人がいないんですよね。一般受けしないんですよ。で、えっ、ー、と、もう一人なんですけど、ブティジ・エッジさんっていうのが話題になりましたよね。ブティジ・エッジさん。同性愛者なんですけど、まあ、同性愛者ってね、あの、これ、本当は言っちゃダメなんですけど、アメリカで実は同性愛者を嫌うのって、 あの黒人とかヒスパニックとか、ああいう人の方が多いんですよね。やっぱ、あの、宗教をよりどころにしてる人がいっぱいいるんで、で、黒人だったらイスラム教徒もやっぱいるんで、って考えたら、あの、やっぱブティジエッチさんでもダメだなと。で、あの、バイデンさんしかいないわけですよ。 あの、副大統領をやってるカマラさんも人気がないから、あの、あの、同じ女性でもエリザベス・ウォーレンさんでもいまいちだし、っていうか女性自体がね、あの、いまいちなんですよ。ぶっちゃけ、大統領選挙でね。あの、日本でもそうじゃないですか。あの、女性の候補者っていうのは女性柄の投票率は低いんですよ、ね。あの、やっぱ女性がね、一番女性に対して厳しいわけだから。 で、カ原ラさんもダメだっていうことで、やっぱりバイレンさんしかいないなっていうことで、まあ、バイデンさんを民主党が選んだわけですね。で、まあ、まあ、やっぱり、バイレンさんはね、やっぱりそういうところ上手いんですよね。あ,あの、やっぱり、共和党からの中にも仲間がいて、そういった連中から、いかに票を集めるかっていうのを、ちゃっと計算されているんで。って考えたらね、僕はね、まあ、トランプさん負けるなと思ってたんですよ。というのも、やっぱネオコンの共和党が、 あのあ共和党のニル・ネオコン連中が、まあ、バイデンさんを支持してたわけですから、まあ、僕はね、まあ多分ね,これね共和党のクーデターじゃないかなと思ってるんですけどね、うんまあ、そんな感じで、まあ、バイトランプさんはね負けるべくして負けたんだなって思ってますはいまあでもね、うんまあまあ、あの大統領選挙よりも大事なのが上院選挙なんですけど上院選挙はあの民主党よりも共和党の方がまあ勝ってるんですね これは、まあ、何を意味するかっていうと、まあ、ぶっちゃけた話し、バイデンさんはもう、あの人はあのパンダハガーだから、まあ、中国寄りなんですね。でも、バイデンさんがいくら中国寄りになっても、まあ、上院にいる共和党がダメですよって言えば、あの中国寄りにはならないんですよ。だから、まあ、日本にとってはぶっちゃけた話し、まあ、まあそこそこいい状況ではあるかなとは思っております。はい、というわけで、本日は以上になります。